チリッ さあ、ということで始まりました。はい、ピーチキャッスルの仮のお時間です。はい。このラジオはですね、毎週水曜日の夜の7時から8時まで1時間楽しくお送りする番組です。お相手はピーチキャッスル、前ョート、はい、ピーチキャッスルの非常に寒い季節になってきた。こういう季節は骨まで寒くなる。そうすると僕はどうなる 元気いっぱいで。いや、いっぱいなんかい。どうも、東原ではい、よろしくお願いします。元気いっぱいになるんかい。もっと、このちょっと。ツイキャスのあれ、おかしくない。ツイキャスのあれ、何これ?。かな?。もうちょい下か?。ほーい。ここっち側、これ、やれないか?。あ、そっち側から、正面からか、そういうことですね。すいません。あ、なんか、こ、ここに移動できないです。キュンって置くことって可能ですか?。 はいはい、おんあ大丈夫ですねあはい何か何か何かなんかあれなんですねああそういうことですね多分おでこうスすかねもうちょい倒しでああいいですね、はい、あ<ー>あ,<ー> <laughs> あいいですねいいスタートです <laughs> そうそうそうじゃあとうまるさんやっていただきましょうかこ,こじゃない あ,ポイあ、いいいいいいですね <laughs> スタッフさんがあんなに手こずったというのにあ,あ,うあなたがやると一発で解決しちゃうということなんですけれども、はい、いや最近めちゃめちゃ寒いないや寒いよ本当にだって俺もう今日ミス,ミスったもん洋服バイク乗ってんのにこんな薄いセーターでなんでかいやもうビビったやつだしかも今日朝雨降ってたの知ってた白いやつさ <laughs> う,う茶壇の方ちょっと雨降ってたから俺やばっと思って。 バイクはかっぱつけていくのもちょっと嫌だなと思ってたけどもうかっぱつけてブーンって走ったらもう裏添えらへんから晴れてからでだからお前の落ち着く頃にはもう俺かっぱ脱いでたでしょ<ー>今日のお昼前ぐらいにはあそうなんだそう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 ちょっと雨るのが嫌だったわけよもうあ<ら>まあまあ,まあ,まあ、まあ、寒いですね寒いですよんと今何度だわまずあ何度なんだろうあとよあ,のー、あ iPhone の天気とかってああ俺あんま当てにならないような気がするんだけど そうでもないなんかたまに降水確率80%の時があるけど薄ます晴れてる時があるわよえ ?iPhone なんかわからんけどあなんかまあ iPhone で見る限りだと22度です22度は寒い寒いか寒いよ22度は22度で寒いって言ったらもうお前大変なことになるよいやいや寒いよだってクーラーって 俺だって今年の夏クーラー2 5五6度だったよクーラーの中にずっといるってことそう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 考えたら22度って寒いよもうさすがにクーラーつけてないし俺あの夜眠るときめっちゃちょっとだけ窓開けてれば、うん、そしたらもういいぐらいえー、マジでお前クーラーかけてるまだ<う>かけてないうもう全部閉め切ってる密閉の密閉の状態で<う> <laughs> 二酸化炭素を吐いてまた二酸化炭素を吸ってるやばいやばいやば一酸化炭素中毒なのかそれ怖いけどそしてツイッターネーム飛かさんからの投稿ですねはいピーチさんこんばんはこんばんはありがとうございますサンドクライブ楽しかったですありがとうございますサンドクライブ見に来てくれてるんですかいやありがたいことですよ本当にあれ全然わからないねそう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 ほらほらほら 来てくれたんですかね。ねありがとうございます。ね、本当に単独祭りもな無事終わって、あ<ー>あ大変だったな。単独ライブもそうだけどいろいろと前後でスケジュールがもうあ確かにパンパンで <laughs> パンパンのパンデミックどう,どうなるのかなと思ってたけど<ー>俺ら本当に。 まあこれはね、おいおいまたなんか話していきますけれども。はい。はい。さあ、ということでですね、番組後半ではですね、全力トークのコーナーがあります。はい。全力トーク、今週のお題は、ピンチ ということで、皆さんいろいろなピンチがあると思いますので、ぜひぜひツイキャスなりメールを送ってください。うん、そしてメールアドレスが797アットマーク、fmgino1.com。797アットマーク、全部小文字で、fmgino1.com となっております。そして本日もツイキャスで動画を配信しております。たくさんのツイート、コメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。お願いします。ですね、今、8名の方がね、見ていただいてるんで、ありがとうございます。 さあということでピッチキャスのラジオのちょっと前半のちょっとした垂れ込みというか質問コーナーがありますんでちょっと読みたいと思います浮気したとしたら罪悪感はありますか何の話場合ガジラエトということアホみたいな質問をしまうたねまあな浮気したとしたら罪悪感ないやついるのいなまず直接エトウに聞きたいわ本人に。 本人に罪悪感ない人はいないでしょなんかぶち込めばいいと思ってるなそうそうそうであとプラス江藤さんってちょっとこういうところ切れるなんかタイプやしなんか頭とかが<ー>で俺ら二人とかが<ー>いやそれは罪悪感あるよって答えたらあ<ー>あーピーチキャッスルの二人は浮気したことあるんだなっていう感じまで捉えてんじゃないかなと俺思うわけどそ,そうかな なんかぶち込んでなんかしようみたいなところが伺えるやつさいやもう浮気はねダメだですよダメですよそれはさあ続いてお笑い以外だと何がやりたいですか場合「ぬふ」同期の芸人ですね金髪の刀入り芸人はい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 お笑い以外だったらあお笑い以外だったら何がいいかな何がいいかなでもやっぱ理想はさ 俺はスポーツ選手とかにはなりたかったけどねえー、サッカーとかまあそうだけど、うん、今だとなんかプロサーファーとかなりたいねおお自分にセンスがあればねはい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 、はい、ちょっとなんかサーフィンしてみたいなって思うああいいですねしかも沖縄今の時期あるじゃないですかちょっと季節の変わり目的であの波とかも少し荒れてるから多分多いんじゃないかよ、あのー、あれつけてから何やったっけ ウェットスーツあうそうそうウェットウェットスーツ。何を背負おうとしてたいやいや背負うじ今めっちゃ一生懸命着てたやつ今頃。え俺何かな何かやりたいのあったかなないよお前は。ななんも。なさそうだな。ほんと生きて。はあないな。もうお笑い以外だったらまあ。 EXPG に入校してたからな <laughs> <laughs> エグザイルになろうかな <laughs> お前本当に入校してそうだな <laughs> <スター笑>お前ダンサーとかやってそうマジでなあダンスは一応好きだったからまあそういうなんかでも俺ちょっとね <うん S 2> ダンサーに苦手意識あるないやなんでなんでなんで <laughs> ダンサーにちょっと苦手意識あるないやでもなんかあのまあ みんながみんなそんなダンサーってそんなイケイケっていう感じじゃないですのちょっとなんか「ええー!」みたいない<や>そういうイメージあるからよまあ、まあまあ、確かにあるな女のダンサーが <laughs> あのちょっとそういう感じあると思うますよなんかいや男もだって男もあるか分からんけど男もだろ男もから俺女の子がなんかすごいイケイケな感じの雰囲気がするだよ両方や両方もう一番この上にいるのがもう何だっ,たっけあの中曽根里乃さん ああ。もうあの人はもう根っからのダンサーリアクションというか。<laughs> えー、えー。みたいな。もう気がついたな。首とかもこんに乗ってるし。あ<ー> <laughs> 恐ろしいよな。まあまあありますけどね。さあ、続いて。えー、女の人の髪型。ベリーショーとか、サザエさんヘア、どっちがいいですか選ぶとしたらね。ほう。場合、えー、吉本スタッフ。 <お>かかららですね、えー、おぐりくんからですよこれ、はい、名前言うなスタッフって言ってるのに <laughs> 名前を言うなお前女の人の髪型でベリーショートかサザエさんヘアまあ付き合うならどっちなのかなこれ,れベリーショートもどのぐらいショートなんかなベリーショートはもうお前あれだろベリーショートよベリーショートって結構なショートよいやそうじゃないもうウォーキングデッドでいったら、まあ、キャロルぐらいじゃん多分。 やば <laughs> もうシーズン2のキャロルぐらいじゃないから<め>死に切ってるよめっちゃ短いよ多分あれこそベリーショートっていうやつじゃないかあでもね俺ベリーショート好きかもなベリーショートうんベリーショートで金髪とかだったらなおいいなあでもいるかな芸能人でベリーショートで金髪っているなんかあんまピンとこないんだ一番似合ってたのはあれだよね元 AKB の 三つむかおるわからんやさわからんやさっておじさんや全然わからんさつむねつおじさんおじさんやて言うねや,いやベリーショートめっちゃいいけどや蓮舫とかはベリーショート蓮舫さん蓮舫 <laughs> さん <laughs> レン蓮舫さんもベリーショートに入る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 いやだったらベリーショートとサザエさんだったらもうベリーショートでしょ まずサザエさんの髪型ってどんななってる場合だまず横三つ上三つ一個のあのフいンフいンフいンとフいンフいンフいン,ンってあれってまず実現するわあの髪型ってできるん,んあでるんすか女性スタッフがいますからね,ねいけやろうと思ってできるんですかサザエさんの部屋ある部屋ってできるんですかクッションとかでやったらできるあでもサザエさん実写版があったかああったな 水木有沙さんが多分やってるのあ,あ,あれはでもその,あの3つのフィンフィンフィンじゃなかったよなあ<ー> <laughs> でツイッターネーム、えー、ゆきえさんからのトーです、ねはいはい、ありがとうございます,ますベリーショートで金髪一個しか思いつかないもっといるよや <laughs> いやでも確かに一 k さん金髪ベリーショートだな違うよお前もがみもがちゃんとかさもがみもがああ確かにいるけどもああ いやもう俺はもう,もう蓮舫さんしか出てこなかったですさ蓮舫さんもいるけどさ <laughs> 金髪っつってるからさ、うん、金髪蓮舫さんは真っ黒だから真っ黒えー、あのイーガールズの亜美ちゃんは違うかあれ,いやあれはロン毛あれはロン毛かまあ、うん、あ難しいなまあでも圧倒的にベリーショートベリーショートでしょうね、うん、もうサザエさんの部屋なんてそ無理ですよそんなつだけ 願いが叶うなら、どんなことを願いますか場合、吉本スタッフ。はい<ー>、一つだけ。ざっくりしてる <laughs> 本当に話がざっくりしてるな質問。質問がね。一つだけ願いが叶うとしたら何ですかなうん。何があるかなあなたは何ですか僕ですかはい、パッと答えて、3、2、1、はい。富士、富士。 死なない。不死身。じゃ不死だ。不死だ。なんか不死。不死で。お前、不死の病から来てるだろうな。不死。はもうカウントダウンに焦って不死だろ、不死。不死だ、不死。もう、もう、病気にもかからねえし。絶対にやめた方がいい、それは。ええ、そういやいやいまあまあ。ってやばいよ。だからまあまあ、だそれはだから、あの、まあもう、まあ焦ったから出てきたからあれだけど、なんていうの要は、 もうリセットが効くとかはもう1日眠ったらもう次の日起きたらもうなんていうのももうめっちゃパワフルパーンってもう疲れが残らないもう次の日にパーンっていやただ元気なやつやしいやだからどんなに酒飲んでても眠って起きたらもうパーンってリセットされてもうめっちゃ元気になるそれいいやんにお前それでいいやわいいやんに風邪とかもひかないんだよ それでいいば本当にいやー俺いいかなそれでマジで、うん、俺はよ、うん、もう眠らんくていい体になってほしいいやデージ怖いガタが出るってそれはいやいやいや眠らなくていいんだからガタ出ないよ眠らなくていいんだから <laughs> いやなんかちょっと体の不調とか出ないわそれいやいやだからだからそれはもう願いだから別に普通に生きてるてあもう生きてるだけだでもずーっと眠らない24時間永遠に怖っそれさ じゃあ体に何も影響出ないってこと出ないさ。いや、出ないさではないさ、それは。いや、どういうことか。出るさ、それは風邪もひいたりするから。いやいや、ひかんよ、ひかんよ。だって眠らなくていいんだのに。<laughs> いやいや <laughs> いや、そういうこと。<ー>眠らな勝手に俺が作ったルールにお前踏み込んでくるな。<laughs> お前はもう、なんか元気になるっていう, <laughs> う単純なアホみたいな回答をしたけど、<laughs> 俺はもう眠らなくていいっていうことをちょっといろいろ考えた結果、それなでどあなるほどでもじゃあ、それにプラスなんか。 副作用とかつけたくない、だからプラスはだめなのよ、いやいや 1>, 1個だから分かるか、プラスはだめなのよ、いや違う違う、なんてうの何を、何うのなんか眠らなくていい体になるけど、うんあのー、ちょっと視界が暗いとか、うんうん、だからけどはないのよ、願いが1個叶うんだから、なんでマイナスを1個足すのよ、いだなんてうのそういうちょっとかす、あんやし、あん。けどはないの、1個叶うんだから。 わかるかかお金がたくさん持な例えばね二、うん、兆円もらいたいけど足が遅くなるとな、うんでそういう負荷をかけようとするんだったら願い叶ってないやし <laughs> いやだからなんかそれしたらなんかちょっとまあなんか広がるかなと思ったわけああそれはもうそううプラスアルファでそれはもう <laughs> 叶うに入ってません、ね、入ってない。うん、ちょっとあれが出てくるな、はい。あ、お前は元気になる。元気になる。<laughs> 一生元気になっとけ <laughs> 元気になる。とりあえず元気になる。お前は <laughs>、はい。さあ、じゃあ続いていきましょう。はい、えー、女の人のここが、ここがわからないを教えてください。吉本スタッフ、女子。あー。ね。ね<え>女の人のここがわからない。あー、なんだろうなー。 女の人の人ここがわからないあー難しいなこれ難しいな女の人の国ここがわからないあーなんかないならないって答えれもあ<ー> <laughs> ふわ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 してたんなんかえー、外国人と付き合う女の子が、うん、やけになんか英語の発音で。 盛り上がってるのがよくわからよくからん、まあ、この前居酒屋だったんだけども、うん、なんか、あのー、結構このグローバルな女の子の女子会なんだはず、うん、でなんか日本語も結構ペラペラ喋ってて、うん、でプラスなんか誰か男友達が来たんだったから、うん、日本人よが来てなんかその日本人の友達がなんか、うん、一つの英語の単語を言いよったわけ、うん、まあ仮に言ったらなんかえー、なんていうのまあまあ インタレスティングとか。おぉ。とか言ったらなんかこの女の人たちが「No, no, no, no! インタレティングへぇへぇへ嘘つけ!」っていうなんか絶対嘘。こんな角に反応する。絶対嘘お前今のはもう作ってや作ってやる。プリバラシ全部。居酒屋で本当にあっ嘘つけ。マジマジマジ。なんでこんなんで盛り上がるっていう。で男の人も「えインタレスティングあ、No, no, no! インタレティングへぇへぇ嘘�絶対嘘 この単語一つにも10分ぐらいみんなでもうなんか話してていや違う違うもっとほらなんか情熱的にどういうことと思ってまあ横後ろの方でずっと聞いてたんだけど嘘だそこがちょっと分からんないや嘘ではないオーシャンの領事と飲んでるとき後輩芸人と飲んでるときいやーなんかねえ笑顔でねどうにかこうにかごまかそうとする。 女子だからみたいなあ分からんとかんか笑顔とかで「へえへみたいないやあったばよこの前バイトでバイトでっていうかあの居酒飲み俺も居酒屋居酒屋飲みに行ったら先輩とねこのんていうのないない先輩とさ対面で座ったらさ綺麗にさネギがさ2個ポンポンって。 机の上にねぎ、うんうん、ってこのどういうねぎ刻みねぎいやもうだから刻みねぎをだから多分前の人が座ってたこの例えば中華屋さんだったんだけど多分チキンの上とかにペーンって青ねぎとか箱ねぎでけどプロってちょっと一個とか二個落ちてるんにペンペンってから落ちてたからでなんかあっつって吹かれてないなと思ってで店員さん呼んで吹いてもらおうと思ってはいっつって店員さん呼んで焦ませんみたいな感じだったからちょっとなんかめっちゃテンパってたから。 なんか俺がさちょっとボケでさ「あっあなるほどね」っつって先輩もいたけどちょっと和まそうと思って「いやいやいやこれあれっすよ」っつって先輩にね「いやこれ吹いてないんじゃなくてこれお通しですよね」っつって「あっいい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 個のいいいでいい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 えいいいいいいい言えばいいのにさいいい本当にもう <laughs> へへえみたいないやななんのために俺ボケてから和ましてあげたのに <laughs> まあな。んでお前笑わんば <laughs> <laughs> 何でそんな引きつった顔してるバッターってい,いやそう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 ,うわいやだからなんか笑顔でどうにかこうにかごまかそうとしするなとし,してして<う>んなんかしてるなんかしてるのも下手だし <laughs> いやなそしたら、ね「あすいません違うんですこれお通しじゃないんです」とかなひと言あってもいいのにいやでもいいなお通しっていうボケいいな えー、パクるだもんいやいいなやば, <laughs> やばいぞ <laughs> すぐパクるおいしかなや,<ー>やめる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 ,やめる <laughs>、まあ、いいでしょさあまあえー、来てるのこんぐらいですかねはいということでありがとうございます、ね、さあということで、えー、一旦曲にいきたいと思います、ね、はいそれでは聴いてくださいダパンプで IF やば懐かしいそうあと俺の携帯がもうこれさせないんだよなイヤホンのあるじゃないから <laughs> すいません、カメラありがとうございますあいいです、うんうん、ああ一茶のジャスティスが聞きたかったなツイッターをネームとんこつしゅうさんチワす。

アップ o the 均等の愛なんてもとにない無理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 いいく、ええ、なんて考えちゃダメージダメージ冷静に消しメッセージももしも君が,上がったら何はいおばない

視聴者が五人も減った、うん。やばすぎる。<laughs> いいでしょ。いいでしょ。五人も減るんかい。増えるんじゃなくて減ってしまったんですね。減るんですね。ええー、悲しいです。<laughs> 悲しいさ。 さあ、ということで引き続きピーチキャスの狩りお楽しみくださいお願いしますいいですね懐かしい曲を流してこの CM 中というかこの曲中にね私がずっとね歌うっていう恒例コーナーが名物コーナーがある大人気コーナーがありますよ FM 機能うはツイキャスのこの名物のコーナーがありますよなんか今まで視聴者数が増えていたのに今日はなんか デージュ減ってるなん <laughs> でかなダパンプがダメだったのかなどうなんだろうな、うん、やっぱお前のすごいこの楽しそうな歌声が聴けるのはやっぱ何かしらのお前の好きな曲じゃないとダメなんじゃないかなと思うけどな、うんうん、そうですね、うん、次じゃあまたなんか CM 行く時お前のじゃあかけましょうじゃあ<か>私がね、うん、今最も フェイバリットな曲を流しましょうかね。おーおー、いいの。お楽しみにおー、お楽しみに。はい、わかりました。じゃあ、早速、曲2方に行きますか。ちょっと待ってください。いや、曲終わりのすぐ曲はないですよ。<laughs> あれないです、ないです。一旦あの。お前、既存の方法に縛られるなよ。おー新しい、曲エンド曲に行くじゃん。早速、続いての曲です。<laughs> <laughs> 怖いぞ。<laughs> あるよ。たまや。今度やってみてる。<laughs> あ,あ、いいね。え、こういうのってやっても大丈夫なんですかね。あ,あ、全然大丈夫なんですか。まあ、だって流しっぱで曲流す。ラジオだってあるじゃないですか、ねあ。あるかあるか。じゃ、次なんかやってみか,から。この曲はね、みたいな。うん、思い出が、えー、思い出がってみたいなっ。うん、っていうことを15秒ぐらい喋った後に。<laughs> まあ、おしゃべりはここまでして、早速続いての曲に参りたいと思うっ, <laughs> <laughs> っていう。<laughs> 怖 <laughs> いいな。そういうのもな,いなんかやってみたら面白そうだけどな。<laughs> はい。じゃあ、えー、続いては、えコーナーに行きましょうか。はい。それでは行きたいと思います。はい、全力トークはい さあ、はい、ということで、えー、全力トークの <laughs>、えー、コーナーにやってきました。<laughs> はい。さあ、こちらのコーナーはですね、えー、番組冒頭にも言いました。テーマを設けまして、はい、そのテーマに沿って全力でトークしていこうというコーナーです。えー、今週のお題はですね、先ほど言いました。ピンチということで、<ー>はい。皆さん、どんな ピンチ、経験したことがありますかピンチになった時、力を発揮できるタイプ、ダメなタイプ、最近あったピンチ、学生時代のピンチなどなど、<ら>いろいろなピンチがあると思いますので、うんはい、それについて全力トークしていこうと思います。なるほどね。ピンチな<ー>ピンチ、いろいろなピンチありますよね。あなんか、よく、えー、人生の先輩とかね、なんか、結構年上の人たちが、なんか、ピンチはチャンスだっていう言葉がありますけれども。 ななんかかよくあるじゃないですかピンチはチャンスだってそういうことはないですけどね <laughs> ピンチはピンチですので <laughs> ピンチはピンチでしかない <laughs>、えー、本当にどこをどう転んでもピンチはピンチですから<ー>で誰が作ったばこんなのかな何か危険だと思うけどゴ、ね、ロもそんな合ってないの気がするんだけどな,、うん、な皆さんのここを最近で一番のピンチのあるあ,<ー>あるんですかねいいですね今、えー、ツイキャスを見てる方たちのねピンチ もうちょっと聞きたいですけれども、ね、われわれ、ピンチ、何ったかな、うんもうお金は常にピンチですよね、われわれ、うん、まあ若手芸人なんで、本当にピンチですよ。 ピンチすぎるなそうそうそうだから、あのー、毎回毎月毎月あの東京で、えー、活動してる先輩芸人が来るじゃないですか 1>,、うん、1ヶ月お化けだとかあと吉本沖縄か月の劇場とかで,、うんでえー、今月はマッカチンさんっていう先輩芸人が来てるんですけれどもはい、はい、ありがたいですよ、はい、本当になんなんかお昼ご飯とかも、うん、なんかおにぎり食べるかだとかああね本当 本当に助かってますよこの今の我々のお金のないピンチな状況にご飯をおごってくれるっていう,うでマッカチンの岩田さんどうん、とも飲んだことあるんでしょあああるよで俺も最近飲んだわけよそ<う>したらなんかもうずっとまあどうなのかわからんけどピーチキャストラーね東京でも俺いけると思うよあれいやほんとほんとでなんか最初トーバルと飲んでて<う>まああいつも全然いい感じの なんかやつだなってなって、うん、あそうでですかで今日お前とも飲んでてなんかそんな悪い人でじ,ゃじゃないような感じがするってなって<う>で沖縄芸の中でなんか割となんかしっかりしてる方なんじゃないのって言われていやどうなんですかねってなっていやだってコーナーの時とかもだって名前とかこういう触れるやつはなんかもうお前らがまず候補に上がってくるもんってなって。おうおう マジですかありがとうございますってなって<う>でもマッカチンさあのお酒多分好きだけど<う>ちょっと弱いんだはずそのいい話したのを翌日聞いたら全部忘れてたやつさあーあるねああそれはちょっと悲しかったけどもまあまあでもよく自分たちのこといいように言えるないやもうそれは終始恥ずかしかったけど俺いや俺そういう恥ずかしいっていう今気持ちでは,もうは話してないさあれもうなんかあありがとうございますっていう もう誠意を込めてねちゃんと受け止めてよなるほどねうんえっ見捨てたら見捨てたボタン押したい見捨てたら見捨てたボタン押したいところだけど見捨てはいない見捨てはいないああそうそうだからまあだから今お金のないピンチをまあまあまあこの先輩芸人の人たちに助けられてるっていうまあね確かにねうんピンチなのああでもああうんそうだな何を いやうん大丈夫なんか全,全然あれだったしょうもないことだったやつさピンチにもならんかったやつさ今 <laughs> 全然ピンチにもならんかったさあのーうん、吉本沖縄の若手芸人はさピンチすぎてさあ,あのー、猫のかけらの<う>っていうコンビがいるんだけど後輩で、はい、後輩金がなさすぎてなのかわからないけどあのー。 季節労働行った方がいいんじゃないかって話が持ち上がってるらしいからえ県外に <laughs> 愛知とかなんかいろいろなところ本末転倒 <laughs> やばすぎる <laughs> 恐ろしいなんでかなやばいだろやばい <laughs> それは本当に避けたいところだろだってあいつらバイトもやってるよな、うん、やってるしあでもえ今どこに住んでるんだっけえ車 トバル怖すぎるやつさ一瞬にして怖いラジオになってさ後輩芸人が車で住んでる車に住んでる車に住んでる住所不定職業も不定いやきついなそれはだろそれはきついわしかもよく遅刻もするからよ遅刻間の芸人なんですよ後輩芸人ででも最近はやってなくない 最近って言っても1か月ぐらいだろ、そうか、そうだな。3か月ぐらいは頑張ってほしいな、なんかな。以上です。ちゃんと。いや、もうそれこそピンチでしょ、だから。うん、ピンチだ、ピンチ。い家にどうしてもご飯がないけど、絶対ご飯食べたいっていう時とかさ、どんなして俺ね。最強のピンチだろ、俺たちで言ったら。うんうんもん。要は、お金もない。で、家にご飯もないんだろ。うん。 実家とかにもないないない俺ねもうだからお前が今住んでるところはインド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 だからもう実は頼れる人もいない俺はあピンチだろ本当にピンチやす多分一回路上ミュージシャンに手出すかもしれないもう大道系的なものを路上でやってお前インドって今栄えてるよ社 じゃあ、じゃあなんかもうそんな感じするかもしれないュですアど、路上的な大道芸をなんかやって、お前はどうすんの俺、ガンジス川に飛び込む。やめろ、やめろ、身投げをするな、あの顔ってめっちゃ汚いんじゃないわ。いやいや、いやいやいや。お前、何言ってるお前みんなあっちで生活予選してるけど、だからこそじゃないわ いやそこの水飲むよう,わーうわーいや絶対いや一回じゃ大道芸やった方がいい本当にそからのス <laughs> 今すぐ飯が食い腹に何か入れたいわけよあ一応公園のお前そんな状態でピンチはチャンスってさ、うん、なあるいやないよそれ誰が作ったわマジこの言葉本当にないけどねマジ無責任なやつが作ってるだろ だからもう本当にもう,もうあれねお金がないピンチお腹すいたなんかご飯食うお金をどうしようってなってこう頭、グーンって回転させて出た答えをとりあえずやってうまくいくかどうかなか<ー>なかなかないけどねだってあの一回俺ケツキック500円っていうのを。 ああやってたの<う>まあお金がなさすぎてアルバイト的なやって、まああのー、国際通りで、うんまあ、看板作って、うん、ケツキック1回500円、うん、というの、えー、金曜日の夜かにやって、うんうん、で一応よ5000円けたばあてえすごっ !?10 発おおいいやしいいやしで最初はなんかこう、まあえー、お笑いライブとか見に来てくれるなんかお客さんだったと がなんかツイッターとかでなんか見てえ五百円一回一回五百円ああああでわ本当にやってる前代さん面白いってなってじゃあ五百円払うんで蹴っていいですかってなってまあまあなんていうの女の子たちとかだったらなんかまあペシーンぐらいだわけああああで俺キャホー とか言ってリアクションしながらい <laughs> いやいや,いや,いや,いやとか言ってじゃなくてもう全く伝わらなかったですがペシーンって言ってキャホーしか来なかった <laughs> ペシーンってお尻蹴られて俺はもうキャホーってリアクションしてもうケタケタケタって笑ってたわけでまあそれがまあ2回ぐらいでまあ,まあでも1000円だったらいいかなってなってそしたらもう今度はなんか酔っ払った若者が <laughs> 4名ぐらい来よ、多分。うわぁ一気に。で、俺、はい、あ、こいつら絶対来るやつだと思って、ああ遠くから、なんかそういう感って働く場って、ああああなんか、うわ、来るなーと思って、俺もずっと、どうすかー一発、ケツキック500円ですよーってやってて、ああそうしたらもう、この酔っ払い、酔っ払い、まあ、ある程度、助けが入ってる若者4名が、うん、え、なんすか、これ。 めっちゃ楽しそうじゃないですかってなってまず県外の人ばあってあ<ー>あなあもう県外のやつかと思って県外のやつかは別にいいだろういやいやそしたらまあじゃあやろうやろうってなって、はあ、4名やろうってなって、はあ、で2000円パって俺取ってから、はあ、しておいでよしって思っていやお願いだからお尻だよってなってもうよ下手くその人って裏もも蹴ってくるわ、はあああれめっちゃ痛いわよ裏ももって。 で、一人目、じゃあ連続で行こうってなってから。要はもう休む機会与えないで。ああなで、なんか、行くぜーってなった瞬間に、まあまあっうのが、べちこーんって、もに入ったばい。うわ、行ってーで、俺、はーってなって。そ <laughs> したら二人も行くぞーってなって、バチやしがまたもに入った <laughs> い。行ってーはあ頼むもじゃねえケツだって言って、三人目も、<laughs> もうバチコーンってからもに入ってから。ああ で4人目も女装しよったばよ<ー>死に女装よあ<ー>であって頼むって俺も尻キャス出したばよ<ー>俺がやだからお尻に当ててくれってやつなたのにもう下からもう蹴り上げて裏ももにバチコーン入ったから俺そのまま来たからゲームセットって倒れたのにホントでまあ2千円もらったけどもうめっちゃもう足がガクガクしてから痛いと思ってずっとさ,さすってから痛い痛い痛いってなってでそしたらこの4人が よっしゃもう一回やるかって言ったらおおいいしくるって裏返して「クローズでーす」って「<あ> <laughs> クローズでーす」って <laughs>「クローズでーす」っていや倍にすればよかったりしいやそうなのだから途中から考えたわけよ一発千円でもいけそうだなと思って<ー>でももう終わってで今もう6名ぐらいかであと4名もだからそういうお客さんとかちらほら来て、まあ、10発やったけどこの4発で俺桃の裏 うっすまさオールしたからね、青技。あー、やばい。めっちゃビビったのに。もう。いや、だから、一番いい方法があるから。だから、裏ももに剣山貼り付ける場合だよ。うん、だから、言っとくばよ。まあ、お尻だよっつって。お尻って書いてるし。もも来たら保証できんよそう手地怖い。手地怖, <laughs> 怖いだろ。<laughs> けども。 いやだから受け取ってはい始めようねちょっと準備あるからつってケンさんを張り始めるばいやばばいいいややだってボボ一応お尻やし応お尻お尻えっつってもうこうやってもうこっち来たら気をつけてよつってケンさんあるよ足のこうズビしていく流血問題一応いいやに まあ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 だからそうだから鉄板なのかなんかそれかもう1000円に釣り上げるか1000円だったらこの太ももの痛み耐えれるかきちいなもう俺二度とやりたくないと思っためだ <laughs> 2000円あやる耐える4発までだったら耐えれる5発からは無理やすいあの壁はマジで無理だったでその延長線上で えー、もうちょっと県庁側の端っこの方に、まあ、また俺らと似てるような感じで殴られやっていうのをやってたわけよ、えー、あの全然もう、えー、一般の方だけどその軍資金であの旅してれば<は>47都道府県かお<う>で最近、えー、広島から沖縄に来たんだったかなお<う>で沖縄から今また、えー、本州に戻るために軍資金集めてますってなって。 で何,何分間だったかな ?1 分間だったかな、うん、1>, ?1 分間300円。やば殴られやったということなうあのでもなんかこう手とか使ってそれはもう,もうめっちゃそれ暴力だからなんてあのーえーまあ、知ってる人は知ってますけどあの新喜劇とかにある巻きざっぱ発泡スチロール的なそうに布を巻いてるようなグニングニに,んぐにんしてるのあれを1分間わーって叩くわけずっと立ってるわけ。そうそうそうでももその人も 動いたりする場合おいこっちだよーとか言ってでもあれあんまり当たっても痛くないしだからなんかこうパン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 ってやられて<う>まあだから殴られてる方もそんな痛くないし楽しいし多分殴ってる人もストレス発散ぐらいで,で300円ぐらいでああ<ー>そう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 なんかやつだば結構たまってたぜそれはマジでなそうそうそうなんかうや,おや,やればケツキックもう一回いやマジで勘弁やすさあれは本当にやろう 千円にしてから <laughs> 体が一番大事ホントに違う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 はっ10発来たら一万で一万やばいよ確かに確かに確かにでしかも週末のこの国際通りは絶対やる人いるわああ<ー>。だって他にもなんかこの同期のえっ、ー、と <laughs> 馬と魚大阪のの、うん、ええやつもなんていうのあなたの名前とか いいろろそういう単語をもらってオリジナルソングを即興で作りますっていうのを<ー> 1>, こう1曲500円でやったわけで,<ー>でそれも結構反響よくて、うん、一回あのあの集まってたからね馬と魚の周りに「ええ<ー>」「あ本当にミュージシャンなの?」みたいな「いや違うんです芸人なんですツイッターやってますボロローン」とかやって、うん、で500円でオリジナルソング作りますけどどうですかっていうのをやってへえ<ー>、うん、これ結構なんか良かった良かったいいよしそうそう その横では俺が「ひぎー!」って叩かれてるんだよ。<laughs> <laughs> 一人は自分の芸事ですごくいいメロディーとか叶えてるのに俺だけは何か知らんけど結構なこで <体 S 1> <laughs> いい「ひぎーってって!おまおま」お前も芸人でやってるしお前リアクション芸人だろう <laughs> そうそう。あれはマジでつらかったわ。まあ<ょ>いい思い出になる。俺も何かやりたいな何かやるできるのはないかな。何かできそうだけどな。なんか多いのはあれやしあなたの、えー、外見をパッと見てあだ名をつけますだとか。 なんか色紙になんか文字を書いてかあ<ー>とか塩あげますとかなんかできんかよお前ら体はるけいやでもお前はもうケツキックとか10発食らったらもう立てなくなると思う <laughs> どっか折れると思うやつ本当にじゃあビンタ<え>ビンタ1500円 いやらんな、1000円だな。1000<や>円,円だけど、顔はマジでやめたうがいいやつさ。やばいな。顔はダメ、顔は。顔はきついやつさ。何があるかななんかありそうだけどな。<coughs> あじゃあそれこそだから巻きざっぱなやつは。あ<ー>あ。なんかこれやって、なんかヒー,ーとか言って逃げてると死にイライラしそうやし、ち殴ってる方は。<laughs> いや、本当に殴ってきそうだから怖いやつさ。<laughs> いや、だからそこはだから、何名かいてよ。なんかマジ、マジ切れでお客さんが来ようとしたら、ああ、ダメす、ダメすって、もう。 突っぱねれるぐらいの状況のまあお客さんなるどねうまいんじゃないですかねはいありがとうございますさあということでえどうしますかじゃあ1曲いきますかいきますはいいきますかいいですよはいこれはもうあなたが大好きでこの音楽中はずっと熱唱するってことですねでもこれはもうね今はもうもうあれでしょ何何何有名な曲さ これは有名な曲、うん、みんなが知ってるような感じ。うんあ。そうなんだ。いきますよ。はいはい。お願いします。じゃあ、星の限で来い。まこれ歌うのか。いや、俺は。何の曲でも歌える、うん。<laughs> 違う、違う。違う、違う。<laughs>

投げても追うことがこの世にいる誰も二人からやるものなるものそれがそらることいつも思い出して意味の中にあるものいつにもかかにやる心を拾い出したのはあなたの <laughs> いや聞いたことはあるけどなんか歌えるまでは聞いてないお前 <laughs> <music> ドラマ見てんばドラマ何ドラマってメ <music> ちゃんの逃げ恥を逃げ恥ああこれなんか えー、火曜日月曜日いや、好けや。い <laughs> や、<laughs> こ,このへんのおおよみも。い <laughs> や、はじめ目の中にあるもの。わからんこダだスいや、ダンスはわからんやつだわからんわからんわからん。だぞ。いつも思い出して、君の中にあるもの。 よし、たのならたの。ゆけ。ペン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  ピアノかこれ多分ギターですよねギタ,ーギターですよねお一人上がった一 <laughs> 人上がった 当たった目つぶっていつまでもいやちょっとスティービーワンだってえっ星の剣じゃないのいつも思い出して 君の中にあるものてるしえを、君の中にあることを共依をしたのはあなたの指の計り、頬の香り、海を越えてゆけ、二人を越えて行け、瞳を越えて行け。あ、ちょっと引いてますね。僕これ星の源って聞いてるんですけど。 遠丸さんの揺れ具合からするとなんかスティービー・ワンダーっぽいですけどあっギターになった <laughs> 手がギターになったぞあ戻った戻ったやっぱ揺れてるちょっと曲終わりであなた誰ですかってちょっと聴いてみたいと思いますほらほら疲れ <laughs> てる。<laughs>

<laughs> さあ、ということで、あっという間の1時間、ピーチキャスルの代わり、エンディングでーすイエー さあ、ということで、はい、我々ピーチキャッスルからお知らせがございます。はい。えー、今週の金曜日ですね。11月11日金曜日。 吉本沖縄か月にて、うちなランキングライブがございます。夜の7時から、えー、9時までの2時間のライブですね。チケットが前売り1000円となっております。はい、我々ピーチキャッスル手売りチケットを持ってますので、はい、欲しい方はぜひぜひ Facebook、Twitter なりで、えー、検索してメッセージくれたら、手売りチケットを持っていきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、えー、11月の22日ですね。いい夫婦の日、火曜日なんですけれども、はい。えー 沖縄か月にて、一期一会ボリューム14ということで、はいえー、ユニットライブがございます。はい、こちらはですね、夜の8時から9時半までの1時間,1時間半のライブとなっております、はいえー。これにも我々ピーチキャッスル出ます。めちゃめちゃ楽しいライブですので、はいえー、チケット前売り1000円となっております。こちらも、えー、手売りチケット持ってますんで、よろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてその翌日ですね、はい、11月の23日は、 ピーチキャスのトークライブ、根掘り葉掘りということで、ゲストがですね、ちょっとまだ決まってはいないんですけど、まあ、この人がいいんじゃないかなっていう、ある程度また、まあ、固まってきてはいますので、どういう報告か、いやいやいや、決まってないのに、うーん、まあまあ、この人がいいんじゃないのかなっていうのは、後半ぐらい。こんな告知聞いたことない。終わりますので、誰が出るのか楽しみにしててください。はい、お便りチケット持ってます。そして、もう今週ですよ、東原さん。11月の12日。 特番出るじゃないですか。ああ、はいそうですそうです。そうなんですよね。十一、はいえー、月の十二日土曜日、はい、朝の十時二十分から、はいえー、絆を紡ぐぶらり旅ということで、ね、はい放送しますんで。あ、ねこれもあの告知情報解禁されてますんで、はいはいはいやっていいんでぜひぜひそちらの方もお楽しみください。えー、旅番組にね。そうなんですよね。 初めてわれわれピーチキャッスルが出てますから出てまして11月12月とふた土曜毎週土曜日の10時20分から放送しますんでぜひ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 皆さんチェックしてください毎週土曜日の10時20分はもうそのもうねそうですよ QAB5 チャンネルでチャンネルで見てほしいなと思います絶対見てください皆さんいお願しますよろしくお願いしますさあということで僕からのお知らせは以上ですはいはい 以上でございます残り5分ありますよ、はい、そしてツイッターネーム、はい、じゃあ豚骨臭さんからの投稿ですねありがとうございますはいありがとうございますちわすちわす じゃあツイッターネーム、ゆきえさんからの投稿ですね。ありがとうございます。この曲、懐かしいねっていう。ああ、だパンプの時ですかね。はいはい、ありがとうございます。ツイッターネーム、てるやさなさんからの投稿です。こんばんは。こんばんは。こんんばははい、ありがとうございます。ツイッターネーム、ブルガリさんからの投稿です。ありがとうございます。にーはお、いいあるさんすー。おっというか、いいあるさは中国語で、一二三っていう感じじゃないですかね。えっいいあるさんっていう。 いい心中いいしのあれでしょう、多たぶん。いいあのドラゴンボールの<え>一つ星、二つ星で ER 算数って数字ですよね、多分えだと思うんですけどね、1、1> 2、3的な。うん、え、すご。違うのかなすみません。違ってたらすいいませんはは ということなんですけれどもそして、池江さんからですね、いちご一家行きます、楽しみにしてます本いうすかで、ありがとうございます、チケット買いましたか、もし買ってなかったら買ってください、買ってなかったら、われわれから買ってください、お願いします、もうね、はい大統領選もあ今日終わりましたからね、終わりました、まだ終わりました、じゃあ、ちょうど、え俺、結果見てないやつだ。 いや分からんだろやもうどっちでもいいどっちでもいいじゃないよや大事なんだよあそうなの沖縄そんなんか変わりますかね変わるってお前そうなの変わるさお前でもなんか安倍首相はトランプ氏なんて安倍首相首相首相はんかトランプ氏になったことを喜んでるんでしょなえかそういう LINE ニュースかなんかでパッと出てましたけどもんかそう中学生かや 情報やいや LINE ニュースも結構いい上がってくるからねトン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 、ね、<ー>上がってきますけどね,あねはいありがとうございますはいまあじゃあいいですかねはいはいかりましたさあということで、えー、ピーチキャッスルの下流は今日はここまでということで、はいえー、また来週の水曜日の夜7時にお会いいたしましょうお相手はピーチキャッスル前城翔とピーチキャッスル東原でしたまた来週お会いしましょうさよならバイバイ ありがとうございます。ますほら、チケット買っちゃいましたって、あ,あ、全然。ありがとうございます。ええー、出走じゃねえんだよって。<laughs> 出走だ。出走 <laughs> だ。出走 <laughs>。出走って呼んでしまってです。う <laughs> どういう,う,う。あ,あ。バイバイ。